マメキュン。アヒルのおもちゃ。なんなの？ブー、いないパン。事故だね。ケティ、一体どうしたの？あ、ジェニー、赤ちゃんをお風呂に入れないといけないのに。赤ちゃんがお風呂を好きになるようにすればいいんじゃないの？どうやって？私がアヒルのおもちゃを作ってあげる。赤ちゃん、ちょっと待っていて。ウフフ。チョキチョキチョキ。キリガミ、キリガミ。色紙、クレヨン、ハサミがいるよ。ドラッグして。上手よ。あったりー。これよ。それじゃあ、始めるよ。まず三角形の形になるように紙を半分に折って、右にゆるーく曲線を描いてね。そして上に丸くなるように頭を描いてね。尖ったくちばしを描いて、全体的に丸くアヒルの頭の形になるように下に向かって曲線を描いてね。ここから右下にアヒルの胸を描いて、最後に折り目のところまで曲線で描いてね。ああ、上の部分と重ならないように少し離してね。そしてハサミでチョキチョキ切ると、じゃーん、ダーがアヒルのおもちゃの出来上がり。さあ、こうやってお風呂に入れるとダーがアヒルのおもちゃになったでしょ。ダー、わあ、ありがとう。やっとお風呂に入れることができるよ。おもちゃのアヒルが全部破れちゃった。アヒルなら仕方ないよ。